皆様お疲れ様です。それでは、今回最後のお話になります。私、京都大学科学研究所バイオインフォマティクスセンターの科学生命科学領域の時松と申します。今日はですね、我々の研究室で開発しますケグとゲノムネットのサービスについての紹介をさせていただきたいと思います。例年ですね、今年はちょっと諸事情によってできなかったんですけど、毎年これぐらいの季節に我々の研究室データベースの紹介なんですけど、年々、大体5、6コマぐらいかけてやるような内容をちょっと詰め込んだ学校になってますので、全部ちょっとうまく説明できるかどうかは知らないんですけれども、まあ、なるだけうまく説明していくように努力したいと思います。今日の内容はこんな感じです。まず、我々の開発しますケグとゲノムネットの、データベースの概要について説明させていただきたいと思います。でですね、ケグというのは、皆さんご京都エンサイクロペディアのジーン&ゲノムというのの略称であります。で、これはですね、さまざまな種類のデータというのが、いろいろ生命科研究の上であるんですけれども、それらのデータというのを生命現象の総体として再構築するということです。で、データの種類ですね、大きく分けて、ここにありますように3つ、ゲノムの配列の知識、それから化合物の知識、それから、それらの相互作用によって出てくる工事機能ですね、ネットワークであったりとか、ネットワークで表せないような機能的な階層情報であったり、そういう情報というのをいろんな形で整理してまとめています。またそれらの相互関係のネットワークというのをリンクを貼って、それぞれの相互関係というのを相対として表すようなデータベースとして構築しています。またそういうのを構築するだけではなくてですね、ゲノムとネットワークの関係というのを、解析するようなツールを提供したんですね。化合物の方でいうと、こういうような形でいくつかのツールというのを開発して提供しております。このようにして我々の研究室というのはこのデータベースを開発しまして、研究者の知識を、ゲノムレベルのデータと結びつけていくという、そういう形、そういう意識を持って、こういうケグというデータベースを開発しています。でですね、ケグは、いろんなバラエティに富んだデータをカバーしているんですけども、全ての生態情報というのをカバーできるわけではもちろんありません。で、どういうものをカバーしていて、どういうものをカバーできていないかと、主に大体ですね、性的なデータが多いんですけども、ゲノムであれば遺伝子とかアノテーションの情報はありますけれども、制御領域とかバリエーションだとか、タンパク質の立体構造とか、そういうのはありません。で、パスウェイであれば、こういうふうないろんなパスウェイマップありますけれども、シミュレーションですね、その動的な解析に関する情報というのは持っておりません。で、化合物であれば、こういう形で二次構造であったりとか、薬とか代謝物の反応パターンとか、こういうものはあるんですけれども、物性であったりとか、立体構造とか、速度定数とか、そういうふうな、要するにやっぱりシミュレーション的なその情報というのは我々の扱う範囲が超えております。でそういう形で、そういうものを、我々が持っているデータに関してはデータ間にリンクを貼っておりますし、そういう我々がカバーしていないデータ、先ほどのここまでPDB のご説明がありましたけれども、例えば、タンパク質の立体構造であれば、PDB であるとか、外部のデータベースにリンクを貼るという形で対応しています。で、これが特許になります。で、ケグですね。Google で検索、検索していただければ、トップに出てきますので、そちらから行っていただくのが早いかもしれませんけれども、URL としてはこういう形です。で、ケグで検索して、この URL を叩いていただくか、ケグで、Google 検索していただいて、ここはトップページ。ケグの方のトップページになります。でですね、ここの過去とあります、ケグ2という、ここをクリックしていただきますと、こちらのその中のテーブルコンテンツのところにたどり着くことができます。でですね、この左上のところにカレントスタティスティックというふうにところをクリックしていただきますと、このところに飛ぶんですけれども、これ、今、我々の研究、このケグに入っている、ケグは先ほど申しましたように、いろんなデータがあって、いろんなデータベースの集合体になるわけですけれども、こういう形で現在19ほどのデータベースというのが、3月1日現在ですね、この段階で保有しております。で、緑の箱と赤い箱と青い箱でくくっておりますけれども、緑の箱っていうのはシステム情報ですね、先ほどの工事情報にあたるものです。先ほどのパスウェイブライトのほかに、医薬品だったり、病気だったり、そういう情報をまとめたメディカスというものを持っております。こちらの方ですね、ゲノムの知識に関してもいろんな形でデータベースを持っています。で、化合物に関しては、化合物の情報であったり、
タンパク質食糖酸情報であったり、その生体内の反応の情報であったりと、まあ、いくつかのデータベースを持っていますが、総称してリガンドという形のデータベース、化合物の知識、こういう3つの知識というのを我々はデータベースとして整理をしております。でですね、そのデータベースですね、結局の、まあ、いろんなオブジェクトがあるわけですけれども、まあ、オブジェクトには、まあ、ID があるんですけれども、 ID は、まあ、この、結局のオブジェクトというところをクリックしていただきますと、そのオブジェクトがどういうふうな形、オブジェクト、それぞれのデータベースにおいてオブジェクトがどういう ID がついているかというのが分かるんですけれども、まあ、一部の例外を除きまして、基本的にはプレフィックスの、ここに書いてますプレフィックスの文字に5桁の数字というのを表した形というのが、まあ、結局の基本的なデータベースの ID の構図になっています。でもう一つ、我々の研究室でも開発しているのにゲノムネットというものがあります。でこちらの方はですね、データベース検索システムとして DBGET、LinkDB というものがありまして、これは結局国内外の様々なデータベースを統合的に検索するシステムです。だから、まあ、その世の中にいろんなデータベースがありますけれども、そのいろんなデータベースと結局のデータと、まあ、統合的にこ のゲノムネットのページから検索することができます。あとその他に、ゲノムネットの医薬品データベースだったりとか、まあ、いくつかその他のプロジェクトベースのデータベースというのを持っております。でですね、ゲノムネットではその他に計算ツールというのがありまして、まあ、ゲノムネットでいろんな検索ツールを開発したり、まあ、したりします。まあ、3つに分類できるんですけども、このシークエンスアナリシスに関しては、これは我々は検索、開発したツールじゃなくて、まあ、非常に有名な、どれも有名なツールなんですけども、これをこのツールを使って、結局の遺伝子配列の情報の、まあ、ホモレジー検索だったり、モチーフ検索だったり、マルチプルアライメントをすることができるサービスを提供しております。また、こちらの方ですね、ゲノムアナリシス、遺伝子については、まあ、遺伝子機能のアノテーションのツールであったりとか、まあ、予測するツールとか、そういうものっていうのを、これは我々の研究室で開発をしております。あとですね、ケミカルアナリシスツールとしては、化学構造の比較であったり、代謝経路の予測であったりとか、代謝経路の探索であったり、そういうふうな類のツールというのをいくつか、これも我々の研究室で開発しております。で、まあ、こういう形でですね、我々の研究室、非常に開発するツールというのは非常に広範にわたりますので、まあ、この中から、今日はですね、1時間の範囲内で、パイプマンで内容を紹介して、まず最初にですね、ケグのゲノムネットでね、配列データとか、ケグとゲノムネットの配列データとか解析ツールにどのようなものがあるかということをご説明したいと思います。またこちらトップページもあります。こちらは要するにケグの方のトップページですね。こちらはゲノムネットのトップページです。どちらからでもいけるんですけれども、ここにケグのジーンズというのがあります。これがそのケグにおける配列を収集したデータベースです。またまあ、配列に関してどういう機能であるかというのをアノテーションするということがあるんですけど、ケグにおいては、機能アノテーションにはケグオーソロジーという KO という KO 番号というものをアサインすることによって、機能アノテーションとをしております。それから、新たにその大規模なそのゲノム解析とかあって、まあ、ゲノムが読まれたときにその自動機能アノテーションをするツールとして CARS というものを開発しておりますけれども公開しておりますけれども、この CARS というのはその KEG の既存基地の要するにテンプレート配列に対のと、まあ、KO の情報をもとにしてその外から来た自分が要するにアノテーションしたいデータベース配列について KO をアサインすることによって機能アノテーションというのを行っています。これは、まず、ここでは、この辺の内容に関して説明をしたいと思います。でですね、先ほどのところですからですね、どちらかのページから、ケグのジーンズというところに入っていただきますと、このページに飛ぶことになります。で、ここをですね、ケグのジーンズ のトップページになるんですけれども、ケグジーンズには、いくつかのサブカテゴリーがあります。で、この青いところで囲ってあるというのは、それぞれのサブカテゴリーにどういう配列が入っているか、どういう種類の配列が入っているかということを、それとどれぐらいのレベルのアノテーションをしているかということを示しています。また、ここの要するに真ん中のグリーンのところのカテゴリーというところには、登録データですね、どういう、まあ、その生物種の、生物種単位、サンプル単位の登録データの一覧表へのリンクがあります。
で、サブカテゴリーにはそのジーンズというのは、これが要するにあのレフシックとかでハイクオリティのそのゲノム、まあ、レフシックとか由来の要するにゲノム配列の情報ですね。それを要するにあのスミスボタンスコアとか、まあ、そういうもので要するに高精度な要するにあの配列比較情報をもとにしてコアラというアノテーションツールで予測ができるんですが、コアラもしくはそれをさらにマニュアルに手動でアノテーションしたような、要するにあのゲノムデータを要するにあのきちんとアノテーションした情報というのを、まあ、あの公開しているものというのがジーンズデータベースになります。で、DGENSというのはドラフトゲノムですね。それに比べて、まあ、要するにあのレフシック以外のデータ、あのデータベース、レフシック以外でその、まあ、ドラフトだったりとか、まあ、コミュニティベースの、あのゲノムで、まあ、ジーンズには入れられないけど、まあ、ドラフトでアノテーションしたとか、まあ、そのコミュニティベースで出てくるような情報というのを CARS というアノテ、あの後ほど紹介しますアノテーションツールでアノテーションした情報というのを公開します。あと、まあ、eGENS というのは、まあ、これはもう、多分これから公開あの更新はしないと思うんですけども、 EST を、まあ、植物の場合今までそのゲノムの配列あの情報というのゲノムの情報と読まれるのが あまり要するにあのゲノム種類の数がなかったので、それを補完する意味合いで DBST からのUST データというのをここからコンティグを作ってカーセンアノテーションした形でそのゲノムライクなものというのを作ってデータベースとして公開していたものです。で、それとあと最近開発が進んで最近データベースを増やしているのは MGENS というのがありまして、これはメタゲノムの情報ですね。まあ、主に人の腸内細菌がメインですけど、いくらかその海洋メタゲノムも入ってますけど、メタゲノムのデータというのをこれもカースで自動アノテーションした情報というのがデータベースになっています。このような、いくつかの種類 のゲノムの遺伝子配列情報というのをジーンズというカテゴリーで、整理して公開をしています。で、先ほど その、ここのところですね、コンプリートゲノムというのをクリックしますと、このケグのオーガニズムというリストが出ます。ここにはそのジーンズもしくは DGENS に含まれる要するにコンプリートゲノムの生物種、どういう生物種があるかという情報があります。で、ここが要するに、分類系統分類、系統分類というか、まあ、要するに生物種の分類ですね。ここは要するにケグで生物種コードをつけているんですけども、ケグ独自でつけている生物種コードの情報になります。で、ここで要するに生物種名、まあ、これが人ですね。です。で、そのデータソースがどこから取ったものかという情報がここに載っています。で、まあ、それで、まあ、この生物コードをクリックすると、さらに細かく詳しい情報が出るんですけど、その前に、まあ、今のが、GENS と DGENS に登録されている生物ですけれども、戻りまして、ここのですね、メタゲノムっていうところをクリックしますと、今度はメタゲノムですね。MGENS に収録されているサンプルです。こちらはまあ、オーシャンか、まあ、ここ、文字が見えてませんが、多分スクロールしていただくと見えると思うんですけど、ヒューマンガットです。これ、まあ、生物種のコード、こちらは T から、まあ、こういう T 番号で表されるコードを付けられています。で、それがどういう、メタゲノム、どういうところから取られたものかということと、それがどこの、要するに、どこの研究機関から、データソースがどこからかという情報があります。もうここをクリックすると詳しいものがあります。で、戻りまして、ここのですね、例えばここで、戻っていただいて、コンプリートゲノムに行っていただいて、生物種コードですね、例えば HSA というのをクリックしていただきますと、生物種ですね、ここの生物種のゲノム情報というのがあります。で、ここには、それが種の系統がどんなものか、で、どこから取ったのか、どういうアノテーション、ケグでどういうアノテーションレベルでしたのか、それからそのゲノムに関する文献はどういう文献が出ているのかという、そういう詳細な情報というのが、ここに表されています。まあ、ケグではその NCBI のタクソノミーの情報を使ってリンゲージというのを見ています。という形で、詳しい情報というのがあります。で、また、ここに要するにキーワードサーチですね、この、枠で囲っているところにキーワードサーチ検索 のボックスがありますけれども、ここにキーワードを入れますと、この場合ですと人ですので、人の遺伝子に関するキーワード検索というのをすることができます。
でですね、もう一度ですね、バックして戻っていただいて、このジーンズデータベースのトップのところですね。すると、まあ、ここに今生物種の配列の情報に関するお話をしましたけれども、その下にその検索ボックスがあります。で、ここの検索ボックスに、ここですね、検索ボックスがあります。ここに、まあ、bfind というのと bget というの2つがありますけれども、テグにおいて、まあ、検索のワードエントリー検索というのに bfind、bget というのがあります。で、ここにはそのデータ検索であったり、データを取得するためのシステムです。bfind モードというのはキーワード検索です。なので、bfind モードで bfind の方にラジオボタンが入って、例えば出陣とか、まあ、適当なキーワードを検索しますと、ジーンズに対して bget でキーワード検索で出陣というものが文字が入った遺伝子が検索されます。まあ、こちらの bget モードというのはそのケグのいろんなエントリーの検索になります。なので例えばケグのこういうe コーライのそのこういう遺伝子っていうのをキーワードを入れて bfind っていうのをするとこういう形でケグのエントリー情報っていうのが見えます。で、そうは言ったって、まあ、ケグのジーンズの ID なんて分からないよということになるわけですけれども、ケグのジーンズの ID を探したいときには、ケグオブジェクトというものがあります。で、ちょっとだいぶ戻りますけれども、トップの方に戻っていただきまして、ここにケグオブジェクトというのがあります。わかりますでしょうか。ここですか。3番目の、このケグオブジェクトというのがあります。で、ケグオブジェクトというのをクリックしていただきますと、まあ、こういう形で ありまして、下の一番下の方にまでスクロールしていただきますと、リンクトゥアウトサイドデータベースというのがあります。で、ケグのオブジェクトのページで、NCBI の、ここのところですね、NCBI のジーン ID もしくは NCBI の GI、ユニプロットからケグのジーンズエントリーの ID に変換することができます。でですね、ここの、検索ボックスの下にエグザンプルというのがあります、のがあると思いますけれども、これを例えばコピーしてですね、ここに貼り付けていただいて、この場合は NCBI の GID になりますので、これをコピーして貼って、コンバートというのをクリックしていただきますと、こういう形でですね、NCBI の GID が、ここのケグの ID に変換されるということになります。そういう形で、ケグのジーンズの ID を探すということができます。でですね、また戻りまして、ジーンズですね。ジーンズで bfind で、まあ何か適当なキーワードで検索していただく。例えば、まあアスパルテートアンモニアリアで、まあ何でもいいです。何か自分の興味があるものというのを、キーワードを入れていただいて、検索すると、まあリストが、で、そのうち、例えば、まあ、これは、まあ、アスパルテートアンモニアリアゼを検索すると、ここに、この辺に出てくるのがちょうど E. コーライのものなんですけども、例えばこれをクリックすると、ケグのジーンズのエントリーが出てきます。まあ、ちょっと縦に長いので2つに分割して表示してますけども、こういう形でいろんなエントリーがあります。で、どういうエントリーはそれぞれの意味がどういう意味であるかということになりますけれども、最初のエントリーというのは、エントリーの、まあ、ID であり、種類であり、生物種であります。で、その後に、このジーンネームのカテゴリーというのは、その、エントリーがどういう遺伝子名を持っているかということです。デフィニションというのは、オリジナルのデータベース。まあ、例えばレフシックから来たものであれば、レフシックでどういう機能アノテーションがされているかということです。で、オーソログっていうのは、ケグでアサインしたケグオーソロジー。まあ、先ほどそのケグの場合、機能アノテーションというのはケグオーソロジーを使って、KO の番号をつけるのが、まあ、機能であるというふうに。述べましたけれども、その KO が、この遺伝子に対してどういう KO がついているかということになります。で、パスウェイですね。で、そのパスウェイの項目には、この遺伝子がどのパスウェイに関与しているかという、どのパスウェイの上に乗っているかという情報を、まあ、パスウェイの、この遺伝子が機能しているパスウェイのリンクを示しています。で、まあ、クラスというのは、まあ、その機能カテゴリーに関する分類。で、SSTB に関しては、シミュラリティスコアデータベースからの情報追出のリンクであったりします。で、こういう形で、モチーフは、どういうドメインモチーフを持っているか。で、AdaDB に関しては、他の配列データベースのリンクです。NCBI であったり、いろんなところにリンクが飛んで、
飛んで、まあ、いろんなデータベースに飛んで情報を見ることができます。でですね、ストラクチャーに関しては、これは先ほどの、ここまでありました PDB の方にリンクをさせていただいております。で、あとはポジションに関しては、ゲノム上の、エントリー上のゲノム上のポジション、もしゲノム情報があった場合の話ですけども、ゲノム上どの位置にいるかということで。で、アミノ酸配列情報であったり、ニュークレオタイドのシーケンス情報であります。あと、ここに、オールリンクというのは、これはそのリンク DB ですね、ゲノムネットのリンク DB の方で、その内部および外部のいろんなデータベースと、リンクを貼っているわけですけども、そのリンクの情報を全部ですね、リンクDBの中で持っているリンク情報というのを全部ここ経由することで飛ぶことができます。で、でですね、実際に貸してみますと、ジーンズで、ここに、ですね、はい、今こういう形で、いいコーラル。で、ここで要するに SSTB というところに、ここにオーソログというのがあります。で、これオーソログというのをクリックしていただくと、この遺伝子に関する、近の数値 のオーソログ候補ですね。これは、スミス・ウォータンサーチの SSTB のベストサーチの結果で、要するに予測されているそのオーソログ候補の遺伝子というのを見ることができます。またですね、パラログをクリックすると、この同じ E. コーライの種類で、そのパラログ関係にあるんじゃないかと予測される遺伝子というのがこれ出てきます。またですね、ジーンクラスターというのがあるんですけれども、このジーンクラスターというのをクリックしますと、これが要するにその、これピンクになっているのがこのイコライのこの生物ですけれども、この遺伝子ですね、これずっとクリックすると、これが当該の遺伝子ですけれども、その当該の近隣のですね、遺伝子、の近傍にある要するにそのクラスターになっている遺伝子というのが見えてきます。で、これでですね、これはテキストモードですけれども、下の方に行っていただきますと、ここにですね、グラフィックスモードっていうのがありまして、これで呼び出しますと、こういう形で、その、ゲノムの遺伝子クラスターの状況というのが見えます。これで、ここで囲われてますけれども、これがその当該の遺伝子です。で、ケグのですね、パスウェイで、同じ機能カテゴリーにいるものっていうのが同じ色に塗られますので、例えばこの辺りとか同じ色の遺伝子というのがクラスターになっているのが、この遺伝子ではないんですけれども、同じ機能カテゴリーに同じ機能カテゴリーに属するものっていうのがクラスター状になっているということが、このマップ上から見て取れます。で、ケグのジーンズのデータベース、のエントリーからは、こういういろんな情報っていうのを見ることができます。でですね。これでですね、次にですね、KO というのを、ケグオーソロジーというんですけども、ケグ、これが先ほども何回か、ケグの場合はこの KO、K 番号をつけるということが、その、機能アノテーションの上で重要だというふうに申しましたけれども、ケグでは、同じ機能を有していると考えられているオーソロジー遺伝子を集めて、同一の ID ですね、K 番号をつけることで、その機能というのを表現しています。で、新しいゲノムというのが、レプシックにどんどん入ってくるわけですけども、その場合ですね、新しくジーンズに登録されるときには、この遺伝子にオーソログループの KO ナンバーというのを付加することで、遺伝子の機能アノテーションというのをケグでは行っています。で、これですね、KO エントリーの例なんですけれども、ここ、上からエントリーとかあるんですけれども、大事なところは、デフィニションですね。デフィニションのところで、ここは要するにこの KO に対して、ケグで定義した機能アノテーション、これはどういう機能であるというと示したものです。それがどのパスウェイにいるかというのがありますけれども、で、それで、
この腎臓のところには同一機能アノテーションに付与している、ケグでそのアノテーションして付与している遺伝子のリストというのが来ます。でですね、まあ、このタキソノミーとクリックすると、まあ、これはブライトっていう階層上の表現形式になるんですけれども、この KO に属している遺伝子というのが、どの生物種群に存在しているかということは、その生物の分類階層上でマッピングすることができます。実際にやってみます。で、ここですね、まあ、今、アスパラテートアモニアリアゼというのが、ケグのオーソロジーが K01744 だったと。で、このクリックしますと、今度は KO のエントリーですね。先ほどお見せした KO のエントリーになります。で、そこでですね、まあ、こういう形でエントリーがあります。かなり長いです。で、ここでタキソノミーというのをクリックしますと、結局のブライトという階層ファイルがあるんですけれども、そこにの生物種の分、生物の分類、系統分類の、クラシフィケーションのところに、こうやって、文字が赤く、生物種の ID が赤くなっているところっていうのが、このアスパラテッドアモニアリアゼがアノテーションされているところです。こういう形でバクテリアで広くアノテーションされているということがわかります。こういう形で、KO というのは、こういうなっています。でですね、ゲノムがどんどん増えてきて、特にドラフトゲノムとかそういうものに関しては、コロコロ変わる可能性があると、そういう僕は、メタゲノムにしてはそうですけど、そういうものは、スミスウォーターマンスコアというのは計算時間がかかるので、そういう計算をやって、アノテーションとかマニュアルアノテーションをやってたので追いつかないということで、ブラストを使った自動の機能アノテーションサービスというのを開発して公開をしています。で、これがまた、これは、ですね、腎臓 のページの下のところにもリンクがありますし、ゲノムネットのトップページもここにもカースというリンクがあります。このどちらかをクリックしていただきますと、当該のページに飛ぶことができます。で、カースがどういうことをやっているかと言いますと、詳しい説明はちょっと時間がありませんので、かいつまんだ説明になりますけれども、入力データとしては、大規模のシークエンスによって得られるような特定種の大量のアミノ酸とかヌクレオチド配列を与えます。で、ORF の配列をマルチファスタ形式で、こういう形で与えます。開発者との話によると、たまに Excel で投げてくる人がいるみたいなんですけれども、それでは解析ができません。マルチファスタ形式を投げるということで。こういうクエリーの、ある種の網羅的な遺伝子配列を与えると。そうすると、このケグのこの辺のテンプレート、プラスをかけて、そのテンプレートと、いろんな、パラメータで計算がされて、X のパスで、出力結果としては、KO を、各配列にアノテーションすると。で、KO に基づく遺伝子の階層分類データと、KO がアノテーションされたパスでマップというのが見られるようになります。でですね、自動の機能アノテーションサービスでカースにはいくつかの、なんていうか、バージョン、パターンがあります。パターンというか選択肢があります。一つは、コンプリートとかドラフトゲノムの場合には、入力配列が特定の種の遺伝子である程度網羅性が期待できるというふうに思われるので、バイディレクショナルヒットの、バイディレクショナルのベストヒットを指標によって精度の高いアノテーションを行います。で、パーシャルゲノムで入力が網羅的でないというふうに予想されるときには、バイディレクショナルにしても入力が網羅的ではありませんので意味がありませんから、シングルベストヒット、片方向のベストヒットを用いてアノテーションを行っています。行うことができます。この場合、入力が少量の場合には対話式に結果を言うことができます。あと EST の場合は、EST という選択肢がありますが、こちらは入力 EST の場合で、ヌクレオチド配列を全パターン翻訳するために計算量が増えるということになります。でですね、こちらゲノムネットの方からいきますけど、カースというのを選択しますと、こういう形でカースのトップページに行きます。で、これがコンプリートとかドラフトゲノムの場合、パーシャルの場合はこちらを選択。で、EST の場合はこちらと、あります。で、例えばコンプリートの方を選びますと、クエリシーケンスをテキストで貼り付けるか、もしくはファイルをですね、こちらから読み込むか、
で、クエリネームを与えて、E メールアドレスを与えて、まあ、書いて、まあ、あとは、どういう、データセットを、テンプレート、要するにその、指標として使うかというのを選択することができます。まあ、ジーンズの、中で精度が高くアノテーションされていると思われるセットを使うか、もう真核生物だけで見るか、まあ、原核生物だけで見るかとか、まあ、あとは自分で、要するに、どういう生物っていうのをマニュアルで選択するとか、まあ、いくつかのやり方で選ぶことができます。で、実際にこれを要するに、かけていただきますと、ちょっと時間がかかりますので、かけたデータですね、こちらに、かけたデータですね、この URL を、ブラウザに打ち込んでいただいて、表示していただきますと、昨日私が用意してかけておいたデータ、データへの、まあ、リンクが、このページに飛ぶことができると思います。で、これはまあ実際には、まあ、どういうサンプルを投げたかといいますと、稲のですね、LAPDB っていう稲の、まあ、高精度のアノテーションデータベースがあるんですけれども、そこの最新のデータというのを実際に投げています。で、まあ2万、多分 2、3万ぐらいだったと思います。3万弱ぐらいだったと思いますけれども、大体、まあ、データベースの、サーバーの混み具合にもよるんですけど、この時で大体、2時間、1時間半ぐらいですかね、1時間ちょっとぐらいかかっています。まあ、こういう形でカースの結果というのが出ます。で、ここの HTML というのをクリックしますと、こういう形で表示ですね、KO、いくつかの表示があります。で、KO のリストというのを見ると、これが遺伝子のリストなんですけど、たまにポツポツとこう、K 番号が横に貼り付いているのがあると思います。これは要するに KO がアノテーションされた遺伝子です。この K 番号が付いているものについては KO がアノテーションされている。またですね、ブライトの情報だと、をクリックしますと、まあ、階層分類ですね、まあ、シトクロン P450 がどんなのがあるかとか、まあ、いろんな形ですね。代謝バスにどういう遺伝子が持っているかという、そういうことがカースのブライトの階層分類で見ることができます。またですね、パスエにもマッピングされました。パスエマッピングというところをクリックしていただきますと、パスエに、どのパスエにどういう形、どこに、どの、パスエの KO にアサインされたかというのがわかります。これ、まあ、回答系の、ところですけど、緑色がついているものについては、KO に遺伝子が、実際に貼り付いているもので、ここをクリックすると、そこの遺伝子のエントリーという、そこに貼り付いた遺伝子のエントリーというのを見ることができます。こういう形でアノテーションをできます。あと、遺伝子の方ですね。で、の検索としては、ゲノムネットのページですね。ゲノムネットは、まあ、一括検索という形で、サービスを提供していると最初に申し上げましたけれども、例えば、まあ、ここで何でも、キーワード何でもいいんですけれども、例えば、アスパラテータアモニアリアゼというふうに何かキーワードを入れて検索しますと、こういう形で、まあ、ここですと、まあ、ケグの、もありますけど、それ以外にいろんなものに、リンク、検索が変わるということ、まあ、例えばですね、実際にやってみますと、これ、投稿データベースで、検索しますと、まあ、酵素なんで、酵素反応とか、まあ、いろんなことなんですけど、遺伝子も、ケグの、データベースだけではなくて、NCBI のジーンであったり、ユニジーンであったり、いろんな、ユニプロットだったり、いろんなものに串出しでかかります。で、それぞれのところから、まあ、たくさんかかっているものについては、代表的な、まあ、かかってきたものにいくつかリストが上がっているので、全部見たいなというのは、例えば NCBI のジーンで検索されたものを全部見たいということであれば、ディスプレイをオールとしますと、このキーワードで書かれてきた NCBI のジーンのリストというのが全部見ることができます。こういう形で、網羅的な検索ということを遺伝してやることができます。ここまでで結構時間を使ってしまいましたね。で、次はですね、化合物、ケグのデータベースですね、化合物の情報とか、まあ、ツールに関する話をしたいと思います。で、これは、まあ、リガンドっていうのが、まあ、ケグのデータベースですね。あとは、シムコンプとかサブコンプっていうのは、化合物の類似構造とか部分構造の、位置検索っていうのをやることができます。でですね、まあ、
過保護数のところは今ちょっと簡単にいこうと思いますけれども、リガンドデータベースですね。リガンドデータベースというのは、まあ、こういう6つのデータベースとなっています。で、その、内訳っていうのは、化合物の情報と、それと糖鎖と、残りの4つのデータベースというのは、広い意味では、反応ですね。その、性化学反応に分類されるようなデータベースですね。性化学反応に関するようなデータベースですので、結局、リアクションという統一のエントリーが、入り口が用意されています。こういう形で、6つのデータベースがあるんですけども、リガンドデータベースというのは、ケグにおけるケモの部分、すなわち性格的な情報全般を集めたデータベースというのは、ケグのリガンドデータベースということになります。で、もうさらっといきますけれども、ケグのコンパウンドというのは、代謝化合物の情報です。主に代謝化合物を収録したデータベースで、中心代謝とか二次代謝とか、いろんな代謝産物です。構造は、情報は二次元のグラフとして持っていて、デファクトスタンダードになってます。MDA のモルファイルと、あと我々独自のフォーマットとして KCF フォーマットというのを持っています。KCF フォーマットというのは、MDA のモルファイルをモディファイしたものなんですけども、ケグアトムタイプというもので原子表記をしています。じゃあそのケグアトムタイプというのは何なのかといいますと、原子のですね、周辺情報、炭素でも、ちょっとこれ見にくいんですけれども、周辺の原子環境で、二重結合がついているとか、環を巻いているとか、方向環に、その炭素を組んで、その原子を組んで方向環になっているとか、周辺原子核に何がついているとか、いろんな情報があるんですけれども、そういうもの、原子の周辺環境というのを、その原子に付与したような情報というのは、付与して、その原子のタイプというのを再分類したような、そういうものです。で、これを何に使うかといいますと、シムコンプという構造比較ツールを計算ツールを持っているんですけども、そういうのに使ったりとか反応の分類に使ったりとか、そういうことに利用しています。でですね、でそうかで抜きましたね。でグリカンですね。で結局のグリカンというのは糖鎖構造情報です。これは、糖鎖のタンパク N グリカンを中心としたタンパクの就職糖鎖に関するデータベースです。大体1万1000ぐらいのエントリーで、構造は2次元のグラフで持っています。でですね、我々のデータベースの最近のもう一つ そのあれですけども、性化学反応情報として、リアクションと R ペアと R プラスとエンザイムという4つのデータベースを持っています。リアクションというのは、生体内反応のデータベースです。代謝系の酵素反応がメインの情報です。で、R ペアというのは、それをその分解して、その基質と生成物で、どういう変化をしたかという情報を持っています。R プラスというのはその R ペアのパターンによる反応分類で、エンザイムというのは IBMB の酵素番号というのを大きくなっている方も多いと思いますけど、その酵素番号に関するデータベースです。でじゃあ、その R ペアって、リアクションと R ペアと R プラスの関係って何なんだということになるんですけども、例えばあるリアクションですね、L グルタメ、アセチルコエの L グルタメートの N アセチル、トランスフェラーゼという、ある酵素があるんですけども、これを題材にして、リアクションと R ペアと R プラスどういうものなんだということを説明したいと思います。これが、そのリアクションの反応エントリーです。で、これとこれからこれとこれになるんですけれども、その中でですね、その基質と生成物の間で原子の由来関係というのを見ると、この赤い部分と赤い部分は太陽関係があります。で、グリーンの部分とグリーンの部分というのは、これは太陽関係があります。で、青い部分と青い部分というのも太陽関係があります。そういうリアクションの基質と生成物の間で原子の由来関係の関係があるもののペアというのをリアクタントペアと定義します。この場合ですと赤のこの組み合わせ、青のこの組み合わせ、緑のこの組み合わせというのがリアクタントペアになります。これとこれは共通になるような原子を持っていませんのでリアクタントペアではありません。こういう形でその R ペアっていうのは、その相互の関係があります。その R ペア、その R ペアっていうのを定義して、例えばこれですね。こういうのが実際にこの部分になりますけれども、それを原子の太陽関係っていうのをアライメントを取りますと、一致する部分と、反応の変化の中心点になるリアクションのセンターになる部分と、変化しちゃった部分っていうのを3つに分かります。この青い部分というのがリアクションセンター、R になります。で、D、ここは要するに
こっちとこっちかで違う部分の R の隣の部分になりますね、D になります。ここでこの、リアクションセンターの隣のマッチしている部分というのは M というのになります。その間それぞれ、そのそれぞれのあのギグのアトムタイプがどういうふうに変化したのかという対応関係を取って要するに変化情報というのを記録することによってギグの R ペアというデータベースを作っています。そうするとリアクションというのはこの R ペアがどういうふうにこの3つの R ペアでこのリアクションの組み合わせというのはここに表すことができます。でそれのリアクタントペアというのは性格的にメインであったりあのトランスファーするものであったりコファクターであったりとかいくつかのラベルをつけることができます。で R クラスというのはそのメインというラベルをつけられたリアクタントペアの変化との類似性ですね、それが同じものというのを集めてグループ化してその反応の類似性というのを見たものが R クラスということになります。こういった形で R クラス、そのリアクションのいろんな分類をやっています。これが何に使えるかといいますと、これをこの情報を用いまして反応の要するに類似性の解析とか、今、我々その反応 の性化学反応のオントロジーというのを我々のグループで作ろうとしていますけれども、そういうのを情報に使うことができます。で、ですね、リガンドにおいてもですね、リガンドのトップページで BFIND でキーワード検索をすることによって、まあ、いろんなキーワード検索というのができます。でですね、例えば、まあ、フェニルアラニンというのを、例えばですね、器具の、ここにリガンドというのがありますけれども、リガンドをクリックしていただきますと、こういう形であります。ここにサーチというのがあります。リガンドで全体検索することができますし、もしもコンパウンドだけでいいだということであれば、コンパウンドを選んで、コンパウンドに対してだけ検索をかけることができます。リアクションだけでいいとか、グリカンでいいとか、まあ、それぞれ、あります。まあ、ここではリガンド全体にかけてみます。で、まあ、例えばかけてみます。そうすると、結局のコンパウンドのエントリー、リアクションのエントリー、エンザイムのエントリーという形で検索がかかります。で、ディスプレイをオールとしてみますと、フェニルアラニンをキーワードに含む中をこれだけたくさんあることが分かります。でフェニルアラニンって選びますと、まあ、こういうエントリーですね、化合物のエントリーだったり、あとはパスウェイだったり、あのこのフェニルアラニンが改善するようなリアクションであったり、いろんなあの情報に関するリンクというのが持っています。それと、まあ、他のデータベースですね、いろんなパブケムだったりケビーだったり、いろんなデータベースに関して対するリンクとかもあります。いろんなところにリンク関係が貼られています。で、リアクションの方ですね、リアクションの方でも同じように選びますと、まあ、こういう形で あります、まあ、例えばここですね、697フェニラニアモニリアゼというのを選ぶと、こういう形でリアクションの情報、 R ペアがどういう R ペアを持っているかとかいうことが分かりますし、ということになります。そういう形でリアクションの情報とかいろんな情報というのを検索することができますし、それがどういうパスウェイに関与しているか、この化合物がどういうパスウェイとか、そういう情報を見ることができます。でですね、リアクションのコンパウンドの方に戻って、L ヘルラインですけれども、ここでですね、DB サーチというのをクリックしますと、シムコンプというツールに行きます。それで、この化合物ですね、いくつかのデータベース、コンパウンドとドラッグとリアクションというのは、先ほど紹介しましたケグの中のデータベースです。このナップサックというのは奈良先端大の金谷県で開発されていますあの、体質産物のとあのそれがどの生物で報告されているかというのをあの対応関係というのをデータベース化したデータベースで、化合物要素はだいたい5万件から二次体質産物を中心に5万件から6万件ぐらいのデータを持っています。そういうデータに関してあの類似性検索をすることができます。でこういうふうに検索すると、そのシミュラリティスコアです、まあ、あの同じコンパウンドにかけているので、最初はまあ同じものが出るわけですけれども、あの類似、構造的に類似な化合物というのを検索することができます。でですね、シムコンプは、まあ、こうやって、まあ、基地の化合物、まあ、化合物ですね、まあ、あのから検索することもできますし、ここに、まあ、クエリを、まあ、結局のコンパウンド ID を入れてもいいですし、モルファイルを自分であの書いたモルファイルっていうのを読み込んで検索することもできますし、
モルファイのテキストを直接ベタバリすることもできますし、スマイルズで検索することもいく通りかの方法で類似検索をすることができます。で、サブコンプというツールがあるんですけども、これは部分構造の、同じ、部分構造ですね。その部分構造を持つような化合物の検索をするツールです。こういうツールも開発しております。で、ここまでで、あとは、ゲノムネットからですね。化合物の方も、ゲノムネットですね。あと、一括検索をすることができます。まあ、先ほどですね、統合データベースと。まあ、ここ統合で下をクリックしますと、これだけいろんなデータベースに対する検索をかけることができるようになっています。例えば、これ化合物とか当社だけ選ぶと、そのグループに対してだけかけることができます。なので、まあ、酵素反応とか、まあ、要するに、例えば遺伝子とかゲノムであったら、まあ、そういう形で選んでかけることができるんですけども、まあ、例えば、ここで化合物、動作に対して、フェニルアラニンを検索してみると。そうすると、ケグのコンパウンド。それから、先ほどのそのリガンドからの検索ですと、ケグのデータベースだけでしたけれども、今度はパブケムであったり、ケビーであったり、キーワードも、我々キーワードを持っている、いろんな化合物ですね。まあ、3D メットという、まあ、三次元構造の化合物だったり、リピードマップスであったり、いろんなデータベース。まあ、ナプサックもありますね。いろんなデータベースに関して、串刺しでキーワード検索をかけることができます。という形で、そのゲノムネットからはいろんなデータベースにまとめて串刺しをして検索をすることができるというのが、まあ、特徴になります。で、ここまでが、まあ、これがそういうことですね。ここまでですね。で、ゲノムネットは、英語の入り口とここに、まあ、日本語の入り口もあります。日本語の方も、日本語の入り口も。でですね、で、ここまでで化合物の情報なんですけども、最後に、最後というか、まあ、ケグのシステム情報ですね。パスウェイの情報とか、ブライトとか、ケグマッパーとか、そういうところについて紹介したいと思います。またトップに戻りますけれども、まあ、ここでの、テーブルコンテンツのところにケグパスウェイというのがあります。ケグパスウェイというところに行っていただきますと、まあ、こういうトップページに行くことができます。でこれは、まあ、生体内、もしくは生体外のですね、分子間のネットワーク図を表します。を集めたデータベースです。代謝系においては12カテゴリーで、まあ、中間代謝とか二次代謝とか、薬物代謝とか、まあ、その全体を示したようなグローバルマップであったりとか、そういういろんな代謝マップっていうのが集められています。あと制御系に関しては20カテゴリーで遺伝制御だったり環境シグナルとか細胞プロセスとか生態システムとかいろんなものがあります。で、疾患ですね。まあ、最近我々のそのケグの方ではその、冒頭でメディカスというのを紹介しましたけど、病気とかですね、薬、薬品に関するところには力を入れて、今回はあまり紹介しませんけれども、そういうところに力を入れてるんですけども、疾患のパスウェイですね、がんのメカニズムとか、免疫とか、いろんな病気の、起きる遺伝的な遺伝子的なメカニズムというものに関するマップというのを集めています。あとは医薬品の開発の歴史ですね、薬の開発の歴史とか、導入標的とか、標的ベースとか、構造ベースとか、いろんな構造ベースの整理したマップというのを持っています。そういう形のいろんなマップというのがテクパスウェイの中に収められています。で、まあ、まず適当なパスウェイを見てみましょうということで、まあ、ここに、カーボハイドレートというのがあって、さらにその下に解糖系の新生経路があるので、ここを順番にクリックしていただきますと、こういうマップにたどり着きます。でまあ、パスウェイの、まあ、いくつかのありますけど、まあ、生物の階層情報であったり、マップの情報とそのマップに関するディフィニションというのがいろいろ載っています。で、上でパスウェイエントリーというのをクリックすると、このパスウェイに関する情報のテキストバージョンを得ることができますし、で、ユーザーデータマッピングというのをやりますと、マップ中のオブジェクトに色付けをやったりします。あと、ここでですね、マップによって大小あるんで、画面上で表示するのにちょっと大きいなとか、ちょっと小さいなというときには、ここにパーセンテージのところがありますけども、このパーセンテージを選択し直すことによって、マップの拡大とか縮小したりすることができます。でですね、先ほどのところですね、パスウェイエントリーというところをクリックしていただきますと、こういう形でパスウェイのエントリー情報ですね、
整理した情報というのができます。エントリーはマップの番号の情報だったりとか、まあ、そのパスウェイがどういうものであって、どういうモジュールとどういう関係があるかとか、その名前と説明に関するもの、階層情報とか、マップ等層テーブルへのリンクであったりとか、いろんな情報があります。で、まあ、結局のモジュールというのは、生物主観での保存とか、その複合台であったりとか、オペロンとかを考慮したような機能の単位を表すものなので、パスウェイの経路のモチーフであったり、モジュールであったり、そのある大きなその複合分子のモジュールであったり、そういうようなモジュール情報というのを蓄えたデータベースになっています。でですね、リファレンスパスウェイというのは、その、まあ、真っ白のパスウェイなんですけど、リファレンスパスウェイにその KO とか EC とかリアクションのリークを貼り付けたような、そういうリアクションパスウェイ、KO とか EC とかリアクションというのは、そのそれぞれのオーソログエントリーへのリンクがついたリファレンスマップであったり、反応エントリーへのリンクがついたようなリファレンスマップであったりします。あと、いろんな生物の情報というのをクリックすると、プルダウンすると出るんですけれども、これを選びますと、例えばヒューマンを選べば、人の遺伝子がマッピングされたようなパスウェイマップに行きます。で、セットパーソナライズメニューというところを選びますと、生物その、自分が、まあ、結局の、まあ、今1500ぐらい生物種があるので、プルダウンメニューでやっていくとものすごいことになるんですけれども、自分が例えば私は、まあ、植物にしか興味がないから、植物だけプルダウンのメニューに出てくれたらいいとか、私は家畜の研究をしているから動物だけあればいいんだとか、そういうふうなことがあったときに、そういうのをパーソナルメニューということで、このプルダウンに出てくるメニューというのを絞り込むことができます。そこまでは、ですね、パスウェイの方からして、例えば、まあ、カーボハイドレートで同心性系に行きますと、こういう形になります。で、ここでリファレンスパスウェイというのが、これはまあ真っ白の、まあ、白地図みたいなパスになるわけですけれども、これに KO というのをマッピングすると、それぞれの反応に KO アノテーションされているものについてはマッピングされて、クリックすると KO の情報に飛ぶことができます。同じくリアクションであれば、リアクションのアノテーションがついているものについてこういうことに飛ぶことができます。で、各生物種ですね、例えば、まあ、ここで、そうか、これで、ちょっと絞り込んだ状態だったんですけど、まあ、まあ、これ、今、絞り込まれた状態なんですけど、例えば、白いナズナというのを選ぶと、白いナズナの、マッピング、の遺伝子がマッピングされて、クリックすると、白いナズナの情報に飛ぶことがあります。シミナザの遺伝子ですね、マッピングされた遺伝子に飛ぶことができます。こういう形で利用することができます。はい、でですね、パスウェイにも、まあ、検索とかマッピングのシステムがあります。で、結局またですね、で、結局のパスウェイのトップページですけども、上の方に、ここにあるのはキーワード検索です。こちらは、まあ、要するに、エントリーとかディスクリプションとかネームとかのフィールドにとかマップ中のオブジェクトに対してキーワード検索をかけることができます。複数キーワードの場合はアンド検索で、オブジェクトマッピングというのがありまして、結局マッパーというのがあります。これはマップ中のオブジェクトを指定してパスウェイにマッピングすることができます。複数のオブジェクトを指定するとマップしたもの全てをマッピングします。で、マップのやり方には3通りあります。1つはサーチパスウェイ、これは一番シンプルなもので、パスウェイ、あるオブジェクトを ID してやる、指定してやると、その指定されたオブジェクトが赤く色がつきます。単純に赤く色がつきます。サーチ&カラーパスウェイというのは、もうちょっと進化して、指定したオブジェクトに関して、HTML で指定できる色であれば、自由に色をつけることができます。で、それで色をつけてマッピングできます。で、カラーパスウェイというのは、指定したパスウェイにオブジェクトの色データを与えて色をつけて、数値を与えることもできます。で、その3通りのマッピングの仕方っていうのがあります。で、結局のですね、で、ここトップですね。で、ここにそのパスウェイマッピング
のがあります。サーチパスウェイというのが一番シンプルなもの。で、ここでまあサーチはのカラーパスウェイの例を示しますけれども、ここにありますけれども、ここで、例えばまあこれ、エグザンプルをコピーして、ペーストして、実行してみます。そうすると、この、与えた ID というのが、マッピングされたパスウェイというのがリストされてきます。例えば一つこれ選んでみますと、こことここに色がついたことがわかります。こういう形でパスウェイにマッピングできます。で、今はシンプルに2つだけしかリストを書きませんでしたけれども、長いリストを作っても全然大丈夫です。だから例えば、マイクロアレイのデータであったりとか、メタボルムのデータで変換データっていうのを、対応関係の情報を色を自分で指定してやって、その ID と、テグのアイデンティファイアと色の関係の情報というのをリストを作ってマップに投げてやると、メタボロームのデータ、メタボロームだったりトランスクリプトのそのオミクスデータというのを貼り付けて解釈をすることができるようになります。で、カラーパスウェイについてもちょっとだけありますけど、例えばこちらですね、こちらの例ですね、数値を、カラーパスウェイよりは数値の方が面白いと思いますね。数値のデータですね。これに関しては、このコスミックというのにはこういうデータがある、こういう数値の値があるんですけれども、これを名前をつけて、デスクトップにも保存してやります。それで、このマップですね、マップをしてしなきゃいけませんので、人のこのマップを与えてやります。そして、参照で、デスクトップからダウンロードしたさっきのコスミックというデータというのを開きます。そしてニューメリカルバリューを選んで、ログスケールというのを選んで、これでエグゼキュートしてやると、でですね、この緑のは人のマップにマップしてますので、人の遺伝子が載ってるんですけれども、その数値情報というのの要するに量によってグラデーションがかかって色がマッピングされるのが分かります。こういう形で、この場合のカラーパスウェイは特定のマップに関してのになりますけれども、そういう形で特定のマップに対してこうやって色をつけて、その自分のデータというのを解釈する形で投げることができます。パスウェイのキーワードに関しては、検索に関しては飛ばしまして、で、これがオブジェクトですね。で、そういう形になります。でですね、あとですね、ケグのゲノムに関して紹介をしようと思います。で、これがですね、ケグのゲノムに関してなんですけど、これは遺伝子、ケグの生物種ごとの入り口になるんですけれども、いろんな先ほど冒頭に紹介しましたような、遺伝子配列のところで紹介しましたような、いろんな生物があります。で、ここでですね、下の方にケグのオーガニズムグループスというのがあるんですけれども、生物種の組み合わせを選んでですね、パスウェイにマッピングすることができます。ここではその例をちょっとご紹介したいと思います。ですね、これでですね、ケグの方に行っていただきまして、ケグで、ここにゲノムというのがございます。ここで下の方に行きますと、マッピングフォーゲノムコンパリソンのコンビネーションというのがあります。これはですね、複数のですね、生物種が持っている遺伝子というのを同じパスウェイにマップして、その比較してみるという、そういうものです。例えばですね、これ、ホストと共生関係の、例なんですけれども、ここに、アブラムシとそれに共生するブフネラというものがあります。そういうものの、これはエグザンプルなんですけれども、これを選んでやると、これがマッピングされた、この2つでマッピングされた情報というのが見ることができます。これ例えばパスウェイマップというのを見ますとですね、特徴的なのは、アミノ酸のですね、
ボンキャムの3ですね、BCAA の整合性、バレン、ロイシンなどイソロイシンの整合性のところをクリックしますと、これが緑のものっていうのはアブラムシです。で、赤いのっていうのは、ピンクのものっていうのは強制細菌ですね。でそうすると、このパスエ、そのボンキャムの3の整合性パスエでは、そのアブラムシと強制細菌の2つが合わさって、こう、あのパスエが構成、あの、一つに、要するにそのつながるということが分かります。こういうことが、パスウェイに複数の生物種をマッピングするということで見えてまいります。でですね、それで、これはまあ、その、特定のパスウェイを見た場合ですけども、上の方にメタボリックパスウェイですね、パスウェイの全体像というのが、マッピング、見ることができます。で、これ複数の生物種をマッピングしたものですね。これで、グリーンの方がアブラムシ、同じくアブラムシで、ピンクがブフネラで、青い部分というのが 両者が共通に持つパスウェイです。こういう形でその共生細菌とアブラムシとがそのパスウェイを補完関係で作っている状況というのがこのパスウェイにマッピングすることで見えてまいります。こういう形でそのパスウェイ情報というのを利用していただくことができます。でですね、あとですね、ところどころに出てきたケグノブライトに簡単に紹介したいと思いますけど、ケグノブライトというのはそのパスウェイというのはそのネットワーク情報なんですけど、ネットワークに表せるのではなくて機能を階層分類ですね、まあ、オントロジーみたいなものですけど、オントロジーみたいな形で階層分類情報でまとめたものっていうまとめたデータベースとして持っています。でどういうのがありますかというと、ここに挙げましたようにパスウェイとオントロジーの情報とか遺伝子とプロタンパクの情報、コンパウンドとリアクションの情報、薬と疾患の情報、それから生物種の系統分類の情報、先ほどはまあその生物種の系統分類の情報にそのある特定の KO がどうマッピングされるかというマッピングした情報というのをお見せしましたけども、こういう形でまあいろんな分類情報というのを持っています。でこれもマッピングができますので、先ほど のまあサーチブライトと同じく赤く色付けとか、サーチアンドカラーで指定したオブジェクトというのをブライトに対してマッピングしてやるとか、あとはジョインブライトという形でブライトに別の関係、二項関係の情報とか多項関係の情報 のテキストを与えてやってマッピングしてやることによって、その例えばその GPCR のブライトに対して GPCR とグラウンドの関係情報というのをマッピングすることによって、その情報を増やした形でいろんな情報を見ることができるって、そういうこともできます。ちょっと時間がないのでここはスキップしますけれども、であとですね、ちょっと今回これまあ最後になるんですけど、ここに紹介できなかったツール群として、まあ、いろんなものがありますよと簡単に紹介だけしておきます。でもゲノムネットのケミカル情報解析ツールにですね、いくつかツールがあるんですけれども、パスウェイを予測したり解析したりするツールとか、エンザイムリアクションの EC ナンバーを予測するツールとか、いくつかのツールを開発しております。またそのプログラム、まあ、結局 API というのがありまして、プログラムなどから結局利用するためのツールも持っています。これに関してはここのページに詳しい説明がありますので、興味がある方はぜひ見ていただけるとよろしいかと思います。あとは KGML の形で KG の KG の XML の情報というのも提供しております。であとは KG のですね、まあアレの解析ツールであったりとか、そのブライトの階層テキストで情報を扱うツールとか、化合物情報化合物を構造を書いたりするツールとか、いくつかのツールを公開しております。ちょっと雑白で少し時間を消化しましたけども、以上で、私の話を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。